基金療養費給付事業手のひらサポートの初の給付に関する記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。本日司会を務めます事務局の脇優里香と申します。よろしくお願いいたします。本日の出席者、発表者ですね、ご紹介させていただきます。中央に座りまして代表理事崎山久子です。向かって上手側、右側が副代表理事の海渡雄一です。下手側が理事の吉田優子でございます。では早速会見に入らせていただきます。まずは代表理事の崎山久子より給付の概要をご説明させていただきます。皆さんおはようございます。今日は 3.11 甲状腺がん子ども基金の記者会見にお集まりいただきましてどうもありがとうございます。代表理事の崎山と申します。11月28日に記者会見をいたしまして、それ以後多くのメディアの報道がありましたおかげでたくさんの、お問い合わせとかそれから励ましをいただいております。皆さんのご報道に対しまして心よりお礼を申し上げます。どうもありがとうございます。で今日は甲状腺がん お子様とその家族に経済的な支援をするという手のひらサポートの第1回の給付が決まりましたのでそれをご報告いたします。まず資料請求ですけれども、昨日昨日12月26日までに資料請求があったのが約60件です。でご本人とかその、ご両親それから祖父母ですねの方々からの請求もたくさんありました。でこれは電話による資料請求ですからインターネットなどでダウンロードして資料を得ていらっしゃる方も、多数あると思います。で給付の状況ですけれども、締め切りが12月15日でした。でその日までに書類が届いた申請数は36です。で12月20日に、その審査を行いましてその中の35人に給付を決定いたしました。でそれをここに、書いてありますので、お知らせいたします。宮城県が1人、福島県が26人、群馬県1人、千葉県1人、埼玉県1人、神奈川県が3人、長野県が1人、新潟県が1人です。で年齢は現在、10歳から25歳まで、で事故当時ですから5歳から19歳ですね。で男性が14人、女性が21人でした。で県外はですから9人です。でその患者さん の状況ですけれども肺転移があって RI 治療をもうしている人とかこれからする予定の方が3人いらっしゃいます。でこれは全て県外です。でこの方々には追加で10万円を給付いたします。でこれからこのことから分かりますように福島県だけではなくてですね県外でたくさんの方が甲状腺がんになっていらっしゃる。でそれからそのどうも申請書の印象ですけれども県外の方に受賞例が多い。もちろん転移の方が3人とも全部県外ですからやはり検診っていうのがちゃんと行われていなくて、少し
遅れて発見されたというようなことになるのかもしれません。まあ、はっきり断定はできませんけど、ですから検査の縮小っていうのは逆行していると、現状に逆行しているんじゃないかなっていう感じがいたします。それともう一つ申請書を見て感じたことなんですけれども、患者さん本人に状況、自分 の、 血液検査の結果とかですね、腫瘍のサイズとかそういうのをちゃんと知らせてないというケースがすごく目立つんですね。で、患者さんの知る権利っていうか、自分の検査データなんですから、それはもう知るのは当たり前なんですけれども、それがちゃんと知らされていないということがあって、それは非常におかしいなという感じがいたしました。私からはそれだけです。はい、続きまして、手のひらサポートの給付状況をご説明させていただきます。ご説明させていただきましたので失礼しました。会堂、理事より支給にあたっての所見をお話しさせていただきます。皆さんの手元にですね、紙をお渡ししているものの給付に際する所見というのが8項目ぐらい上がっていると思いますが、これを具体的にご説明していきたいと思います。今回は給付決定をした段階で給付対象になられた方へのアンケートを今実施していてですね、アンケートももう半分ぐらいは返ってきてるんですが、まだその分析まではできておりません。ですから、来月にはもう少し詳しい、分析結果がお話しできるかもしれませんが、今日は当初の申請段階で送られてきた、医療記録やその、本人の申請書をベースで検討した結果に基づく所見ということになります。まず一つ目ですが、福島県民健康調査でですね、がんが見逃されていて、その後調子がおかしいということで自主検診に行って甲状腺がんが見つかったというケースが複数ございました。これは県民健康調査でその見落としがあったということも一つ大きな問題ではあるんですが、そのためにですね、この方々は福島県のサポート事業の給付対象外ということになってしまっています。自ら実施しているその、県民健康調査にきちっと通っていてですね、そこで見逃しがあって別の自主検診で見つかったからということでお宅はサポートの対象外だというのは、これは明らかに不合理でですね、制度を改める必要があると思います。この方々からはこういう状態で、サポート事業の対象外になっていて、この基金から援助を受けられるということについて非常に感謝の言葉が寄せられております。2つ目は、アイソトープの症例をその先ほど崎山の議長の方からもご報告いたしましたが、福島県外から申請されている方々は腫瘍形が大きかったり肺転移していたり重症化しているケースが非常に目立ちます。で、自覚症状が出てから受診したためにがんの発見が遅れたんだとも思われます。で、福島県外の検診について、環境省の専門家会議が、昨年の12月中間取りまとめを出していて、実施が見送られましたけれども、その、規模を縮小していくという方向、そういうことが打ち出されているんですが、こういう方向には非常に大きな疑問が残ります。お手元にですね、カラーの印刷の紙をお配りしていると思うんですが、これですね、ここに示した通り、一部の自治体でですね、独自に助成金を出すなどの方法を取って、甲状腺の検診の支援というものを行ってきているわけですけれども、こういう取り組みは今後もぜひ、もっと拡大していっていただきたいというふうに思うんですけれども、それではもうすでに不十分なのではないか、この要素が流れた地域全体についてですね、国が包括的な検査体制を敷く必要があるのではないか、この要素が流れた地域、その濃さとかいうことを見てもですね、福島県の会津地方に比べれば宮城県や茨城県、東京、神奈川などの方がその線量が高い地域が明らかにあるわけですね。そういうことがはっきりしてきているのに、そして
愛知の地域でも甲状腺がんが発見されているわけですから、だとすれば、この範囲に拡大するというのは、非常に必要性の高い施策になっていると思います。それから、申請されてきた方がたまたまだったのかもしれませんが、男性の患者が多いという印象がございます。通常甲状腺がんの発症は女性がかかりやすいというふうに言われていて、いろんなデータがあるようですけれども、1対3とか、1対7ぐらいまで差があるというような見解もあるようですけれども、今回の基金への申請では男性1に対して女性2の比率で明らかに男性の割合が高い、そして男子はより低年齢でより重症化しているという印象があります。これは通常の甲状腺がんとは異なった発症のパターンというものがあるのではないかということで、非常に解明が待たれるというかですね、重要な所見ではないかなというふうに思います。4番目に福島県内の症例ではですね、手術までに長期間その待たされたり、何度も検査をしながら診断が確定しないとかですね、医師からまだ小さいから大したことがないから大丈夫とか言われて本当に大丈夫なのかというような、そういう大変不安を訴えられている方が多いという、そういうケースが目立ちました。それから、福島県内のケース、先ほど崎山理事長の方からも言いましたが、個人の情報がきちんと、自分の診療に関する情報がきちんと説明されていないという、訴えがかなり多いです。そしてそういう中で、個人情報、カルテの開示ですね、こういったものを求めたところ、主治医からですね、非常に、嫌な顔をされたとか、甚だしい例では怒鳴られたとか、そういうようなケースまで訴えがございました。福島県外の病院で受診しておられる患者さんたちは自分の症状についても非常に詳しく把握していて、申請の用紙にもそのことが記載されているんですけれども、福島県内の患者さんについては検査時にも手術時にも自分の腫瘍の大きさについてきちんと知らされてない、知らされたのかもしれませんが、記憶がないのかもしれませんが、記載がされていないような例が多数ありました。福島県内のこの甲状腺がんの治療にあたって十分な説明や検査がされていないのではないか、例えばあと血液検査の結果のデータなどもですね、もらえないと、普通の病気だったらもらえると思うんですけれども、血液検査のデータの用紙ですね、我々普通に行けばあなたの血液検査のデータですよってくれると思うんですが、そういう基本的な情報も提供されてないといった訴えもございました。6番目に手術後の状況ですけれども、これはもう少し詳しくアンケートを集めた段階で分かるかもしれませんが、体調は良好だという方々も半数程度いらっしゃっても、そのことは大変いいと思うんですけれども、他方で疲れやすいとか風邪をひきやすいとか、免疫力が低下しているといったその体調が悪化しているお子さんたちが、目立ちました。この点も危惧される点でございます。それから7番目に、治療に伴って非常に経済的に困窮化している家庭があるということが分かりました。家庭自身がお父様がおられないシングル、マザーの家庭であったり、果てはですね、家族全員が甲状腺がんなどの病気にかかってしまっていてですね、本当支援なしでは生活していけないといった、そういう、切実な訴えがありました。治療費、そして治療を受けに病院に通うことそのものが家族にとって大きな負担になってきているということが、分かります。これはもっと本当に、詳しく、数多くの、支援を重ねて意見をまとめて、から言うべきなのかもしれませんけれども、今の段階でもですね、この甲状腺がんに、かかられている患者の皆さんへ支援をその国の制度化していくということが、急務であるというふうに思います。今の福島県内の健康管理調査とこのサポート事業だけでは絶対に不足しているだろうというふうに思っています。この点は今後も引き続いてですね、より深くその実際の患者さんや家族さんの家族の皆さんの意見を聞いて、基金としても意見を正式に述べていきたいというふうに考えております。8つ目、最後になりますけれども、
甲状腺がんであることをその外部に知られることを強く恐れているという家族の方々が多数ありました。それは実際に手術をしたということが分かるとですね、お子さんたち、まあ、大体就職時期にかかっている方々がとても多いんですけれども、就職に不利益影響が出るのではないか、被爆したといったことで今後の結婚とかそういったものに差別影響が出てくるのではないかといったことを不安視する声もありました。でまあ、これらの点は、まあ、この、まあ、今日皆さんここに集まってくださっている報道機関の皆さんは大変よくご存知だと思いますけれども、この甲状腺がんの当事者の方々への支援をするにあたってですね、個人情報をきちんと保護しながら、支援をしていくという体制、これが非常に重要であるというふうに思っております。この点は基金としても心してやっていきたいと思っておりますけれども、ぜひマスコミの皆さんにもご協力をいただきたいと思います。私からは以上でございます。それでは最後に今日お配りしました資料の説明を含めまして理事の吉田よりお話をさせていただきます。吉田です。今日のお配りした資料のこの青いグラフが入っているものですねについてちょっとご説明させていただきます。まあ、よく福島のがんの発症例がですね、小さい子からの発症がないということが放射線の影響ではないんではないかということの論拠に使われていたりするわけなんですけれども、この上のグラフはですね、ベラルーシの国の登録のデータです。でこれによりますと、まあ、18歳未満のお子さんの中で、まあ、かなり長い年月、86年から2010年までですので、かなり長い年月の間のまとめです。で4001件の分の分布なんですけれども、まあ、確かに0歳から4歳の方は多いですけれども、一方ですね、まあ、15歳16歳17歳の方たちもそれだけで、まあ、27% を占めるというようなデータもあります。で、国連の科学委員会アンスケアなども被爆事故時にですね、子どもと未成年の人たちの甲状腺がんはチェルノブイリ事故との関係があるということを認めているわけでして、決してですね、その0歳から4歳だけとかですね、まあ、そういった子どもだけということではないということはちょっとお伝えしておきたいというふうに思います。でまた一方ですね、がんの予後がいいということは言われるわけです。でそれはもちろん非常に良いことであると思いますけれども、まあ、予後というのはやはり治療をした後の一般的にはその5年後の生存率や10年後の生存率というもので予後の良い悪いというふうに言うわけですけれども、まあ、お子さんであるということを考えますと、ただそれだけで、判断していいのかと、非常にフォローをですねしっかりしていかないといけないというふうに思います。チェルノブイリでは手術をした後のお子さんに対するフォローも、まあ、ずっとちゃんと行われているということですね。でこの下のグラフはですね、アメリカで、まあ、かなり古いデータも含めてですが、1753年から2004年までの1753例についてのまあ、いろいろ分析されているんですけども、その中で、どういう場合にリスクが大きいかという項目がありまして、例えばその男性と女性とか、乳頭がんである場合と乳頭がんでない場合はどっちがのリスクが高いかと、まあ、その結末今後のその人の経過についてですね。でそうしますと、その手術をしなかった人と手術をした人を比べますと、まあ、手術しなかった場合に19倍ぐらいに悪い結果になっているということで、まあ、もちろんこの限られたデータの中のものでありますけれども、そうしたことですね、今まるでその甲状腺がんが見つかっても手術をしなくてもいいかのようなですね、言説もまあ出ているということで、それにつきましては先ほどから報告がありましたように、やはり早期発見で早期に治療を受けていられるということが患者さんにとっても非常なプラスであろうというふうに思いますので、ぜひですね、やはり県外、福島県外の方にも検査を広めていただきたい。そもそもまあ国がやるべきことですけれども、地方、今は仕方なく地方自治体がやってるわけですけれども、ぜひ国としてのそうした、施策をですね、早急に決めていただきたいというふうに思います。また先ほどもちょっと会長の方から報告ありましたけれども、甲状腺がんの手術以降ですね、
まあ、自分が計画していたことができなくなって、まあ、就職とか、そういったことを、まあ、この部分では断念しなければならなかったっていうのは、そのずっと病院に通わなくてはいけなくって、その非常に甲状腺の専門の病院も少ないと、で待ち時間も非常に長いというようなことでですね、やはり自分の時間がきちんと取れるような仕事にしようとかですね、まあ、学校を休学するとかですね、まあ、そういったような例も見受けられました。そういった意味で、単にまた手術しただけではなくって、その後の患者さんへのフォローというものもですね、きちんと行っていくのが国としての責任ではないかというふうに思っております。簡単ですけども一応報告に書いてさせていただきます。ではこれより質疑応答に移りたいと思います。質問の際には媒体名とお名前、また誰の質問かということで、おっしゃっていただければと思います。それでは質問のある方お願いします。はい、では一番前の、はい、共同通信の比嘉と言います。よろしくお願いします。細かいというか事実関係をいくつか確認させてください。まずこれ12月26日に第1回給付ということなんですけれども、これはもう給付をしたということでいいんですかね、この35人については。全員ではまだ情報が、その口座の情報とか戻ってきてない方がいらっしゃいますので、全員ではないですが、ほぼその情報がある方についてはもうすでに終わっております。決定した数と、しかも給付を始めた、でもすでにこの35名のうち大半の方々は給付できてるってことです。年内にお正月を迎えていただこうということで、普通はその次の年に月にお支払いっていうお振り込みだったんですが、今月に限っては年内にっていうことで、はい、情報を入れていただいてお振り込みをしているような状況です。わかりました。36件、まあ、36人の申請があって今回35人にということだったんですけれども、この1人、審査を通らなかった1人ですね、これはどういった理由があったんでしょうか。給付の規定っていうのがありますね。悪性っていう、悪性ないし悪性疑いで、もうその方はその規定に合ってなかったっていうことです。悪性ではなかったっていう理解で、悪性ではない、陽性だったというのが言うんですか。はい、そのことが例えば疑いがあって手術して良性分かったというのではなくって、まあ、良性であるけれどもというとか、はい、すみません。第一期としてですね、来年の3月31日までとりあえず第一期をやるということなんですけれども、計何人にとかそういった計画はありますかね。第一期で計何人に給付をされる予定とか見込みというのは。それは申請される方がどのぐらいいるかにいらっしゃるかによりますね。はい、できるだけ多く。できるだけ多く。なるべく早く、早くっていうか、手術受けた方とか診断を受けた方は申請していただきたいということなんです。はい、わかりました。基金の設立の会見はですね、9月にやったと思うんですけれども、設立自体は8月ですかね。冬季じゃない、ごめんなさい、冬季ではなくて、設立は7月の20日に総会を行っております。会見したのは9月でしたよね。で、9月9日でした。で、その9月の時点から寄付を呼びか、一般に寄付を呼びかけ、2600万円という数字が出てきているんですけれども、これは現時点でということでいいですか。細かい数字があればできれば教えていただきたいんですけれども。はい、2600900いくらっていうのがありますが、ちょっとか必要でしょう、確認して、うん、今日一応27日時点で約2600万円ということで、はい、そうですね、はい、わかりました。すみません、大変申し訳ないんですけれども、対象地域1都14県というふうに前回というか給付
の方針を決めたときにおっしゃっていたと思うんですけれども、1都14県の内訳を確認させていただいてよろしいですか。南部も、まあ、かなりあの要素がいった可能性があるので、この地域からあのもし、申請があったときは検討しようという話はあの理事会でしております。分かりました。第1期が終わった後、また4月、来年度というか4月1日からまた第2期を始める予定ということでよろしいですかね。もう方針ということですね。あ、分かりました。最後にあの問い合わせ先を載せたいんですけども、この080-37、このチラシの番号でいいですか。はい、はい、それが事務局の電話でございまして、この給付に関するお電話は通話料無料の0120-966-544というお電話で、はい、544、はい、こちらで受けています。はい、はい、それでは、あ、では後ろで、あ、では、あの、朝日さん。すみません、朝日新聞の本田ですが、僕もちょっと事実関係の確認と質問なんですが、あの資料を読み解くとですね、あのアイソトープ治療を受けた3人の方というのは、いずれもあの 自覚症状などで自主的に県外の医療機関で診断を受けたということでよろしいですか。分かりました、ありがとうございます。それからですね、海道先生の最初の一番のコメントの中にあるあの、健康調査で見つからず自主検診で甲状腺がんが見つかったケースが複数あったということですけれども、これ複数というのを何件かということを教えていただけないでしょうかと。ですね、要するに2件以上あったということで、その2件しかなかったというふうに書かれると困るので、それだから正確に分かっただけでも2件はあったということ、そういうことです。分かりました。 そういう意味に理解していただく、要するにあの、そういうことを書いてこられている方が それだけしかいないということですから、あのアンケートすればもっと多いのかもしれません。で、まあ、このケースの非常に重要な点は、この方々は福島の県民健康調査を受けていた人たちであると。それまあ、最初から受けてない人は排除するっていうふうに、まあ、制度の仕組みがなってるのかもしれませんが、ちゃんと受けていて見逃されていて自主検診で見つかった人がサポート県のサポート事業の対象外になるというのは、どう考えても制度の立て付けとして間違ってるのではないかということで、ここはぜひ書いてほしいです。で、言えばおそらく直さざるを得ないと思いますから、はい、あの3人の重症例の方のうちの例えば1人とかがこういう人ですか。それは違いますか。はい、分かりました。福島あの その方々は福島健康管理調査の対象外ですから、ね、あ、そうか、県外ですから。それから1のコメントで海戸先生が指摘されたことについて、決してその批判したり否定したりするつもりはないんですけども、この手サポート事業の給付の対象外となっているっていう点を県などにいつも確認すると、県はこういうふうに言うんですよね。あの要するに 県外の医療機関でも県指定 あの医療機関でオペを手術を受けてもらったらちゃんとサポート事業の対象としますよと。だからもしあのでそれはなぜですかっていうことについてはですね、あの結局甲状腺がんというのは設備とかそれから慣れた執刀医がいないといかんから、国と県が責任を持ってちゃんとした充実した医療機関であるかを調べて指定してるんだと。だからそのとにかくそういうあの相手の健康をあの保障するためにですね指定してるんですと、そういう言い方するんですね。だからあの他で見つかっても、一応県指定 あの医療機関であのきちっと甲状腺あの例えば他の病院で甲状腺がんですと認定されるとしますよね。だそれも県指定のところでもう一度再検査して認定されてくださいと、そしたら対象にしますというんですが、こういうやり方については何かこうご意見はございますでしょうか。その制度の複雑な仕組みが当事者に正確に理解されているとは思いませんし、当然その見つけてくださった方のところで手術したいと思うのが当然じゃないでしょうか。
福島県の調査では落ちていたわけです。県民健康調査で、見落としがあったのに、それを別のお医者さんが見つけてくれて、もう一度福島県の指定するところに戻るでしょうか。やっぱりそれは人間の行動パターンとして、理解できません。不信感ということですね。わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、それでは、では2番目の、はい、お願いします。中日新聞の榊原です。よろしくお願いします。今の本田さんのところとも少し絡んでくるんですけども、サポート事業とは別に福島県の方で子どもさんに対する医療費の無料化があるかと思うんですけども、それが対象になっているのが18歳以下の方になっていると思うんですね。でそうするとそこから漏れてきてしまう方たちが、逆に言うとこちらの基金で、提供していただける交付金の方、非常に貴重なものになるのかなと思うんですけれども、今回、給付数36件あって給付、ごめんなさい、申請数が36件あって給付数が35件あるということですけれども、もし分かればで結構なんですけれども、この方たちの中で19歳以上の方たちがどれぐらいいるのかっていうのって分かりますかね。今回はそういう形で発表するというふうに予定しておりませんでしたので、きちんと何歳が何人何人というふうには、ただ枠として、はい、発表させていただきました。あ、はい、分かりました。ありがとうございます。個人 の, 情報が特定されないようにということで、今回ちょっと慎重にやってるんですが、もう100例ぐらいになればですね、その年齢層とかいうのを書いてもいいだろうと思うんで、そういう情報も収集はしております。はい、でもし次にそういった発表をいただけるときに、本田さんが言及いただいた、サポート事業を云々っていうところで、要はサポート事業を受けたいという方というのが、確か18歳以下の医療費無料化の対象外になる方かなというふうに思うんですよね。でそうすると、ここに書かれている、複数あったっていう方たちは、要は18歳、19歳以上の方だっていう理解でよろしいんでしょうかね。それでよろしいでしょうかね。じゃあそこで県の方としては、その支援制度、医療費の支援制度として18歳以下のものがあったり、サポート事業があったりするんだけど、そこから漏れてきてしまっている件数が複数あるんですということが、ここからは言えるという理解でよろしいですかね。わかりました。あとごめんなさい、すごくちょっと基本的なことで、もしかすると設立の会見の時にも出たお話かもしれないんですけども、確認をさせていただきたいと思います。それは実際のその医療費がどれぐらいかかるものなのかっていうのが、ごめんなさい、ちょっと私の方は勉強不足でわからないもので、教えていただければと思うんです。でそれは手術をした場合が、大体どれぐらいかかるものなのかで、ラジオアイソトープやった時には、1回あたりどれぐらいかかって、それをどれぐらい継続していくものなのかっていうことが分かると、今回 の, 支援いただくお金の意味っていうのもまた分かるかなと思いますので、もし分かればお願いします。すみません、会見の時にはその金額の方を用意してたんですけど、今日ごめんなさい、ちょっと用意してないので、もしあれでしたら、またじゃあ改めて、はい、お伺い、はい、はい、分かりました。はい、隣は広川様、お手を上げてらして大丈夫ですか。なんですけど、この1名だけ除外された人のことで、この人は結節があって、それを細胞診の結果良性であったということ、それとも手術をされた方なんですか。手術の結果良性だった。いえ、もう良性であるということが分かっていたんだけれども、その状況から大きいとかですね、小さいとかいうことで、その、手術されたということです。だからその疑いがあって、後で分かったわけではないという、最初から良性の腫瘍を手術されたと。手術されたんですか。はい、はい、
手術されたということは手術で取り除かれたわけですか。再方針やりますよね。それで良性か悪性か、いや、まあ、大体悪性っていう疑いで手術するわけですよね。で手術した結果良性だって分かったということではないんです。最初から良性であるというふうに言われていて、まあ、手術 の、 必要性っていうのは、まあ、医師からは言われてなかったんですけど、まあ、自分の決定で手術を受けた。まあ、普通ですね、甲状腺に限らず良性腫瘍いろんな部位であると思うんですけども、まあ、それがやはり例えば大きいとかですね、まあ、良性であってもそういうことで手術をした方がいいというような判断ってありますので、まあ、そういった例であったということです。その結果なんですけど、その手術によって甲状腺は除去されたわけですか、それともそのまま手をつけなかったわけですか。片側と聞いております。いや、チェノブールの前にあったりしますので、はい、ということをちょっとお聞きしたかったんですけど、まあ、片方だけ適切にしろ、いろんなケアというのがこれから必要になってくる人になりますよね。そういう人たちに対する今のところはサポートっていうのはちょっと考えてないわけです。今のところはそういう最初の規定がそうなんで、まあ、もしその方がなんかこれからですね、体の具合悪くなるとかそういうようなことで申請されてきたら、また考え直すということもあり得ると思います。関連でちょっと質問だけですか。はい、今西岡さんの質問の関係でですね、35件のうちですね、オペ手術を受けた方が、何人って書いてありましたっけね。ここはそれまだ明らかに、その何人かというのと、手術を受けた方の手術の中身で全摘とそれから片肺とか部分摘出をの内容を言っていただければ、割に重症度が分かるので、そうすると重症度が分かればですね、やっぱりこんだけ重症の人が県外でも見つかっているのに縮小でいいのかという論になるので、もし分かれば教えてください。ですね、手術をまだ予定されている方もいらっしゃるので、まあ、その分は除きますけれども、県外では全摘が 90% 近いと、半摘は非常に少ないと。で一方福島の場合はですね、半摘の方が8割以上、まあまあ8割ぐらいで、全摘が 20% 未満というような状況です。わかりました。手術を受けた方の件数というのは今35人。ですね、まあ私たちのところではその手術の決まっている方も含めて給付というふうにやっておりますので、はい、言ってもいいんですが、手術が済んだ方は福島で24ですかね。だから予定の方が2人いらっしゃるということです。で、県外では予定の方が1人ですかね。はい、それでは相原さん。フリーランスの相原です。今日は本当にありがとうございます。崎山先生に今回のこの基金の支援を通じて具体的なその患者さんの様子というかが今まで県が説明してきたものとは違うようなその 見逃しがあったりだとか、新たなことがいろいろ分かってきたわけですけれども、率直にこの給付に対する所見も含めて、どんなご感想というかどんなことが分かるか、概括的などういうふうにお感じになられているかということをちょっとお伺いしたいということが1点と、この見逃しって先ほど
海人先生は見逃しとおっしゃったんですけども、ちょっと中身を見るともう見落としというか、もっとこう何かこう制度的な問題だとか、やり方の問題だとか、そもそも無理があるだとか、まあ、いろんなあの問題点があると思います。で、例えばその1巡目と2巡目の間でその2年ですとか、そういう間隔が非常に長いという問題は患者さんの中からも非常に指摘されていて、まあ、あのそういうその、検査までの待ち時間のサイクルの問題だとか、まあ、どういうところをもし患者さんが、まあ、問題視されていらっしゃるかというのが分かれば、この後もあの県民健康調査があるので、その辺、どういう議論になるかというのが絡んでくるかなと思いますのと同時に、あの自主検診でとございますが、これあの先ほども医療機関が非常に少ないということをおっしゃってられたんですけども、多分自主検診の場合にその市民放射線測定所だとかその NGO ベースでやってらっしゃるところもあるかと思うんですが、こういうところもあの役割を担っているケースがあるのかどうか、もうこれ分かる範囲で結構なんですけども、そういう実際の検診のあり方、あるいは調査のあり方の仕組みというかシステムの中で その問題点としてちょっと浮き上がってくるようなものがあったら、あの教えていただきたい。大きく2点です。最初の問題ですけれども、まあ、この申請書を拝見してあのちょっと驚いたのは、やはりあの、まあ、予想できてたんですが、あの福島県外がかなり多いということと、その方々 あの病状があの進んでいる方が多いということなんですね。それであのやはりあのいろいろ問題はあったとしても、あの検診をして早く見つけてあの行けばですね、大きくなる前とか転移する前にそれを治療することができるわけですから、やはりあの早期発見というのは必要なのかなというふうに思いますね。で、あのこの間の国際会議のあれで、あの山下先生があの、県にですね、縮小というか自主的にした方がいいというその時の理由がですね、あの治療アイソトープ治療とか治療にするあのすることのリスクがですね高すぎると、それって何ですかっていう、あの日本 あの医療のレベルがものすごく低いんじゃないですかっていう感じですよね。そういうこと、まあ、専門家の方がおっしゃっていいんですかっていう、そういうあのかあの感想を持ちました。あのまあ、今後ですね、あのいろいろ自主的に検診を行っておられる民間団体の方たちとは、まあ、いろんな形で あの、まあ、協力といいますか、 あるかと思いますけれども、今のところを今回申請された中でそういったあの民間 あのところで検診して見つかったということはありませんでした。それでは鈴木さんお願いします。フリーランスの鈴木です。よろしくお願いします。あの初見の5番の情報開示の部分がちょっとごめんなさい、ちょっと分かりにくくて確認をさせていただきたいんですが、前回いただいた Q&A を拝見すると、まあ、診療情報の記載についてというのがあって、まあ、内容をあんまり詳しく覚えてなくても分かる範囲で書いて申請していただければ、 あとはまあこちらで確認しますよというようなことが書いてあるんですが、でもこの所見を拝見するときちんと患者さんに伝えてない病院があったりとか、さっきおっしゃったようにカルテを開示してくださいと言ったら、まあ、ひどい医者になるとその怒鳴ったりというようなこともあったということなんですが、これが浮き彫りになったのは、その患者さんが申請をする段階では自分がそういう症状だというのは当然分かってて申請をするわけですよね。で、
でもこれを読むとそのきちんと伝わってないと、ちょっとその辺がうまく、ごめんなさい、僕の中でうまくこう咀嚼できてないので、もう一度教えていただけますか。これはですね、いわゆるその申請書類の中の自由記載欄のものの中にこういう体験をしたということが書かれていたということで、もちろん手術もされているわけですから、その自分の病気の中身は分かっておられると思うんですけれども、でその時に、腫瘍の大きさはどうですかとかいう欄が空欄になっている人もいるんですよね。で、まあ、だからといってこちらとしてそれにもう、ちゃんと診察券みたいなのが出てれば給付はするっていうふうに決めてましたから、そういうふうにしてるんですけれども、まあ、そういう申請されてきている書類の全体を見た感じとして、福島県内では、自分の病状について的確に把握できてない、患者さんがいるなと、それは福島県外の人と、差があるなってことがはっきり分かるので、そのことを指摘したということです。あと1点だけいいですか。前回県庁で会見をなさった時に確か崎山先生だったと思うんですが、この給付はもちろん経済的支援という意味がもちろん一義的にはあるんですけれども、それと同時に、もっとその甲状腺がんだとかその放射線被ばくに関する事柄がオープンになるように、なさりたいんだと、その一つがこの給付なんだというお話をされてたと僕は記憶してるんです。でもやはり今日のお話の中で出てきたのはやっぱり、それは他の病気でもそうなのかもしれませんが、外部にはあんまり知られたくない、何か不利益があるんじゃないかということがやっぱり結果としては浮き彫りになったということなので、それはなかなか現時点で分析難しいかもしれませんけれど、やはりこれが被ばくに関することだからよりそのあたりが強いのか、他のがんでもそういう部分があるのかもしれないですけれど、そのあたりはいかがでしょうか。例えば乳がんになったりした時にですね、それは隠しませんよね普通。で、社会的なプレッシャーで隠さなきゃいけないということもありませんよね。甲状腺がんになった人がなぜそういうプレッシャーを感じるかっていうことだと思うんですね。で、復興っていうことが特に福島県では言われていますよね。で、そういう患者さんがいるっていうことが復興の妨げになるっていうような認識が何て言うか社会に蔓延しているという、そういう非常に異常な状態、もう本当に異常事態っていう感じがしますね、その雰囲気として。で、やはりそれを打破していくのはやっぱり市民一人一人の意識の問題だと思うんですけど、甲状腺がんになった方っていうのは被害者なわけですから、その社会からそういうふうに見られるっていうことは二重の被害なわけですよ。それは本当にありえないことだろうと私は思ってます。私も、先ほどちょっと同じように思いますけれども、この基金の任務というのは、直接こういう場に来てですね、記者の皆さんに語れないような方々の、声なき声というかですね、そういうものを拾い上げて、そしてその人たちのプライバシーを守りながら社会に訴えていく、そういう任務があるのではないかと思うんですね。そういう意味でも、今回は最初に寄せられてきた審査書類の分析に基づいてお話ししてるんですが、おそらく来月はですね、この給付をした後に皆さんからアンケートいただくことになってますから、その中で、要望なども出されてくると思うのでですね、そういうものを踏まえて、こういう意見が寄せられてますというようなことをですね、言えるのではないかと思います。そういう意味では最初に、お話しした通り、この基金の活動を通じてこういう問題について、なかなか自由に語りづらいようなこの状況というものを変えていくということは非常に大きなこの基金の任務ではないかと思っています。はい、はい、では比嘉さん、はい、1点だけ確認させてください、はい、アイドソープ治療です、症状が重い方3人に追加で10万円ということなんですけれども、これはもう給付はされましたか。全員ではないということですよね。届いた情報が口座の情報が届いたものは、はい、分かりました。すみません、ありがとうございます。
もう一方お願いします。すみません、毎日新聞の曽根田と言います。これも基本的に情報のところで確認なんですが、今後の予定を見ますと毎月審査申請締め切りがありますけれども、これ毎月第2回目の審査も1月半ばというふうになってますけど、これ毎月毎月一月分をまとめて審査をしてという流れになるということでよろしいでしょうか。であとですね、最初のところで最初の挨拶の中でのお話でもあったんですが、資料請求60件、これは電話で直接会ったものに限ってという数字で全体というわけではないということなんでしょうか。資料はダウンロードできる、ホームページ見るとダウンロード可能なんですよね。取らした人が何言ってるか、その方がまだ問い合わせという範疇が入ったんですけれども、電話がかかってきた人が60人ということです。わかりました、ありがとうございます。はい、あ、はい、では奥村さん。朝日新聞の奥村と申します。主に3つお尋ねします。まず最初はですね、皆さんが給付を決定された35人の方は、これから手術を控えておられる方もいらっしゃるわけですよね。で、県の県民健康調査ではがんの確定をその取るときには手術後でなければ、確定というふうにしないのですが、皆さんはがんの方々っていうふうに言っておられるんですが、この皆さんがおっしゃるがんの方々っていうのは県が言うところのがん、もしくはがんの疑いのある方っていう、そういう理解でいいでしょうか。今までですね、がん、ないしがんの疑いっていうふうに言われて良性だった人は一人しかいないんです。ですからこれだけ的中するっていうか診断能力が高いわけですから、大体がんっていうふうに言っていいんじゃないかと。すいません、同じものを指す場合にはそういうことに なろうかなということになるわけですよね。で、今崎山先生おっしゃっていただきましたが、そういった疑い例の方はほとんどががんになるっていう事情がまた別にあるわけです。それからもう一つ、これもまた多く質問が出るようなところだと思うんですけれども、こういったその県外の症例の方々について1F の事故が、影響しているものなんでしょうか。皆さんのお考えを。ですね、我々の立場はこの間のずっと、設立の会見時から申し上げていますけれども、この給付地域をこういうふうに決めてるということは、要素がですね、その拡散した地域、ということでこの地域を決めてるわけです。でその地域で、その非常に甲状腺がんが過剰発生しているということになれば、当然それは、その事故との何らかの因果関係が疑われる状態だと思います。でそういう疑われる状態というのは、確定的に科学的に因果関係があるというわけではないです。で そういうことを立証を求められてもそれは誰もできないだろうと思うんですね。しかしそういうその事故と因果関係があるかもしれない、そしてその甲状腺がんにかかって手術を受けている方々に対して、きちんと支援をしていくべきだと、そういう趣旨で、福島原発事故子ども被災者支援法という法律ができて、本来そういう制度が国として作られるはずだったと我々は理解しているんですけれども、それが実行されていないという中で、民間である我々がそういう方々に支援の手を差し伸べていこうということで、立ち上がったということです。そして、この人たちについて、事故と因果関係がないということは、証明されていないというふうに考えています。因果関係があるということを僕らが証明する義務はないだろうと思っています。繰り返しになりますが、ですね、そうそう、今のお話の中で、多発しているような状況が見られればっていうお言葉がありました。この状況を多発しているような状況っていうふうにお考えなのでしょうか。やはり疫学的に調査をしてみる、必要があろうかなとも思うんですけれども、それは、津田先生なんかが疫学的にですね、分析されて、これは過剰発生状況であるというふうに、福島ですね、はい、でそれ以外の地域については誰も調査をしていませんから、
どれだけ の, あの症例が発生しているかまだ全然分かりません。でも今回、実際に、重症例がこれだけ出てきているということは、その背後に、まだ小さいがんの人がかなりいるかもしれないといったことも、まあ、あの可能性としては想定できますよね。そういうことで、そのこの地域で、この地域でこの福島以外の地域で過剰発生しているという認識には我々はまだ立ってませんけれども、 そういうことが起こってないということのですね、そういうことが起こってないということの、証明責任は政府の側にあると考えています。それを知るために、まあ、やはり検診をしないとわからないわけですよね。で、福島県だけではないと言いたいんでしたら、やっぱりそういう検診もちゃんとやって見るということが必要じゃないかというふうに思います。データを取るっていうことですよね。はい、よろしいでしょうか。奥から、あ、はい、それから、これも多分後で反論が出ると思うので、ここでお尋ねしておきたいんですけれども、見逃し例についてのお話がありました。見逃し例について2点ありましたっていうお話でしたが、その方々が県民健康調査で検査を受けられてからどれくらい後にその、見逃しが分かったのかっていうのはお尋ねできますか。まあ、どのくらい経ってというのは今ここでは分かりませんが、まあ、先ほども言われましたように県民健康調査自体が2年に1回ですし、まあ、20歳過ぎると5年に1回というふうになりますので、まあ、その間ですね、県民健康調査でも非常にその間に大きくなった方もいらっしゃいますので、そういう事情はあるかもしれません。まあ、見落としていたというよりもそういう成長したということはこともあり得るとは思います。通りです。甲状腺が厄介な部分があるというのはそういうところだと聞いておりますが、承知しました。ありがとうございました。はい、それでは奥の方ですね、最後に、はい、はい、じゃあお二方、はい、だけ。フリーの和田と言います。お疲れ様です。症例 の, 詳細をお聞きしたいんですけれども、答えられる範囲になると思うんですけれども、その腫瘍系との大きさと肺転移した人たちは何人ぐらいいたのかっていうのがもし分かれば教えてほしいんですけど。腫瘍系は今分かりませんが、肺転移は先ほど言いましたけども3名ですね。アイソトープ治療に移っているということです。がんの種類としては、それは低分化がんだったんですか。書いてないですね。で、まあ乳頭がんであると思われます。あ、すいません、あと1点だけ、まあ、年齢層が低い人たちが多いんで未成年はないと思うんですけど、今25歳までの方が出てるということなんですが、年齢高い方で TKI 治療とかを勧められたケースってあるんですか、医師の方から。分子標的薬 TKI 治療ですか。まだそういうような話は別に来ておりません。ありがとうございます。申請書類を受け取った段階でその中にそういうこと書く欄がないですからね。でこちらで、申請決まった方への送ったアンケートの集計結果はまだ検討できてません。ありがとうございます。診断書は私どもはいただいておりませんので、はい、記入していただいた中での判断です。報道ステーションの平野です。ごめんなさい、同じ質問、同じ分野のっていうかですけど、この3人のアイソトープ治療の肺転移の方県外ということでですけども、まあ、可能ならば今ここにあるのは神奈川県が3人で他の県は1人となると、この3人さんがいろんな県に分かれている。もしよろしければその何県かぐらいはもし可能なら教えていただけないです。つまりいろんな県に分かれてアイソトープが
治療が必要な人が出てるっていうことは意外に大事なことだと思いますね。それはとてもよくわかるんですが、先ほども言いましたように個人が特定されるような情報は出さないっていうことを僕らは原則にしているので、もう少したくさんの事例が集積されてきてですね、個人識別が難しい状態になったらそういうことも出せると思うんですが、ちょっと今日は勘弁してほしいなというふうに思います、まあ、もう少し時間をください。特定しなくてもいいんですけど、いろんなばらけてることは間違いない。ばらけてる、はい、3人とも、はい、はい、じゃあこれで最後でお願いします。治療だというのは分かったんですが、特に県外の方に重症が多いという例示としてですね、県外の9人の方の例のうちリンパ節転移というのはどれぐらいあったんでしょうか。 何件ぐらい、何パーセント、手術した中では 87% ぐらい、7人ぐらい、それでは今日はこの後検討委員会の方を迫る中、皆様たくさん集まっていただいてありがとうございました。今回の申し込みですね、ニュースを見ました、新聞記事を見ました、配信を見ましたということで応募していただきました。皆様の配信そして報道のおかげでございます。そしてこの後も引き続き知らなかった、こういうことを知らなかったという県外の方からもですね、まだまだ皆さんに応募していただきたい、知っていただきたいと思っておりますので、ぜひ引き続き皆様の報道をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。この後、理事のメンバーも県民健康調査の方の検討委員会傍聴いたしますので、またその後、コメントさせていただくことがありましたらと思っております。なおちょっとこの会場は12時までとなっておりますので、ご協力をお願いいたします。